第31回グランプリはセカンドステージ6つのピットをかけて、今年はメンバー全員12名が6つのピットを争う激戦必至のファーストステージ2回戦、まずは第1弾第11レース。さあ早々とコース取り動いてまいりました。インコースは1号艇で篠崎仁が入ります。グランプリ初出場のファーストステージ突破なるか、断然人気を集めて登場。2号艇で重成和人、さあ1走入魂のピン勝負となっています。そして6号艇入って白井英二、さあここは1着2着条件の明治の勝負がけ、1、2、6、そして3号艇の篠崎元氏、起死回生の勝負がけ成功なるかとなっています。その前には4号艇で辻栄三、昨年の雪辱へ今年は手堅く2着発進、そして5号艇の山崎智也、連覇へ向けて今年はファーストステージから白星発進です。さあこれでスローが1、2、6、ダッシュが3、4、5と3対3に分かれまして、進入体系固まってまいりました。依然穏やかな競争水面上、さあグランプリ初の兄弟対決でまずは誰が勝ち上がってくるのか、第11レーストライアルスタート10秒前、インコースから1番、2番、6番、3番、4番、5番の3対3で進入です。2秒前、1秒前、今スタートしていきました。コースタートはスロー艇、インコースからの1号艇、2号艇、6号艇、ダッシュでわずかに遅れまして、まずは1から先前で1号艇の篠崎仁を握っていった6号艇の白井、そして2号艇、3号艇、真ん中4号艇、あと5号艇ですが、バックスでは断然人気、臨戦から押し切った1号艇の篠崎仁、そして2番手争いに4号艇の辻と6号艇の白井、その後に2号艇、3号艇、最後に5号艇の山崎、なおスタートは正常でした。ライターマーカー先頭で1号艇人気の篠崎仁、そして2番手争い4号艇、6号艇、握り合戦のところ、3号艇、5号艇、2号艇の攻めで2号艇上がってくる辻栄三、3番手に6号艇の白井英二、レーサー2周目へと入ります。さあ先頭には陰線から堂々と押し切った1号艇の篠崎仁、そして現在の2番手には4号艇の辻栄三、3番手6号艇の白井英二でバックスリーへと入ってまいりましたが、先頭1号艇、2番手は4号艇、そして3番手は6号艇の白井が踏ん張って、上位が1号艇、4号艇、6号艇、146となっています。その後で今度は3号艇、5号艇両者並んでまいりまして、最後方に2号艇の重成和人です。ライターマークを迎えますが、先頭で1号艇の篠崎仁、ファーストステージ突破へと向かって断然人気が先頭で、その次番手で4号艇手堅く大崩れなし辻栄三、3番手には6号艇の白井英二、146最終周回へと入ります。さあラスト1周となっていまして、先頭には断然人気の1号艇の篠崎仁がイン逃げ、そして2番手に4号艇の辻栄三、3番手に6号艇の白井英二でやや3着穴、最後のバックスリーへと入ってまいりましたが、上位が1号艇、4号艇、6号艇、上位ばらけてまいりまして146、その後ろ2号艇、3号艇が競っていまして、あとは5号艇の山崎智也となっています。さあ最終ターンマークを回りますが、1号艇の篠崎仁がトライアル初勝利、セカンドステージ進出、そして2番手は4号艇の辻栄三が手堅くファーストステージ突破、そして下がって6号艇の試合が結果待ちとなっていまして、146となっていまして、まもなくゴール、先頭1番ゴール、4番ゴール、6番ゴール、3番5番接戦、2番がゴール。